イーグルス先発早川です。今日が今シーズン3試合目の登板になりますが、まだ早川に勝ちがついていない中、立ち上がりツーアウトランナー三塁一塁ピンチを迎えましたけども、ここはバックの好プレーがあってゼロで終えました。マリンズ先発は小島です。前回自身3年ぶりの完封勝利、その後の今日の仙台での登板です。こちらも初回立ち上がりツーアウトランナー二塁というピッチがありましたけども、ゼロで終えています。3回です。村林のこの辺りをレフトポランコ抜けるかという当たりでしたけども、いいプレーがありました。4回です。マリンズの方はツーアウトランナー三塁二塁というところで、これセカンドランナーとも次に打球が当たってしまいました。守備妨害、珍しいプレーがありました。先制ならず。その裏です。先頭バッターの伊藤幸也、やや内側の球を完璧に捉えました。伊藤幸也の今シーズン第1号イーグルスが4回に1点を先制します。さあ4回の裏、ゲーム動きました。先制されたマリンズ直後です。5回の表、こちらも先頭のポランコ、これがライトポールの内側でした。ポランコの今シーズン第1号ソロホームランで1対1同点に追いつきます。その裏です。イーグルスはノーアウト満塁、チャンスを作ります。ここで阿部の当たりはショートゴロ、この間に三塁ランナーが帰ります。第1点リードで2アウトランナー3塁1塁、このチャンスに辰巳が応えます。詰まりながらもライトの前タイムリーヒット、辰巳朗介のタイムリーで3対1リード2点と広げました。6回です。2アウトランナー出して当たっている友杉、これがヒットになります。今日友杉2安打の活躍です。でここで早川から伊藤真央にスイッチ、その伊藤真央が岡ポランコと2者連続フォアボールで2アウト満塁、ピッチで当たっている外を迎えます。しかしここはショートゴロに打ち取りました。満塁のピッチをしのいだ今シーズン初登板の伊藤真央でした。7回です。マウンド上には藤平です。その藤平からワンアウト満塁のチャンスを作ります。3連打で満塁のチャンスを作って、ここで代打上田、ルーキーの上田久斗の当たりはレフトへ、これが犠牲フライ、手を返します。8回です。リードしてソンチャーホーがマウンドに上がっています。ツーアウトランナーなしで外のこの当たり、いい角度で上がっていきましたけれども、レフトの田中が追いつきました。ちょっとヒヤッとしたかもしれません。ソンチャーホー8回0で終えました。その裏です。3番手高野がこれ前の回からマウンドに上がって2イニング目、ワンアウトから辰巳のヒット、その辰巳を一塁に置いて太田が右中間破ります。一塁ランナー辰巳朗介帰って4対2とすると、この後小深田のスクイズで、もう1点リードを広げます。そして最後は則本がマウンドに上がって3人で締めました。5対2イーグルスがカード初戦を取っています。背番号39伊藤早川と伊藤幸也が呼ばれました。放送席、そしてイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーロー早川隆久選手、そして伊藤幸也選手の2人です。まずは今シーズン初勝利を挙げました早川選手に伺います。初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。
今シーズン3試合目の登板での初勝利となりました。改めて今日の勝利はいかがですか？そうですね、前回登板の反省を生かして投げれたので、はい、良かったかなというふうに思います。6回途中1失点、粘りのピッチングだったと思います。ピッチング自体振り返っていかがですか？そうですね、その前のカードが中継ぎも結構投げてたので長いイニング投げたいというふうに思ってたんですけど、まずは勝ちにつなげられるようなピッチングができてよかったかなというふうに思います。同点に追いつかれた直後、5回にはですね、打線の勝ち越しなどもありました。そういった打線の援護はどう見てみましたか？ゆきやさんが自分投げてるときよく打ってくれるんで、これからもたくさんの援護をしてもらえればなというふうに思います。さあ、最後になりますが、今日の勝利を楽しみに待っていたファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まだシーズン始まったばっかなので、これからもっと勝ち星を積み上げていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。早川選手に伺いました。続いて先制ホームランを放ちました伊藤幸也選手です。ナイスバッティングでした。こんにちは。ホームランは4回の先頭の打席でした。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか？そうですね、小郷優也って選手いるんですけど、1打席目ヒット打った後、満足すんなよって僕に言っていたんで、まあ、あいつは満足してヒット打てなかったんで、僕は打ってやろうと思って打席入りました。完璧なホームランに見えましたけども、手応えはいかがでしたか？なんか飛ばないボールっていうのは聞いてたんですけど、結構飛んだんで、なんか、はい、嬉しかったです。さあ、今日はヒットに、それにホームランにと、まあ、先発起用に応える活躍になりました。そのあたりはいかがですか？そうです、まあ、なかなかスタメンないんですけど、早川頑張ってたんで、僕早川の時打ってるんですけど、早川いつも僕打ったと点取られるんで、またスタメンやったら頑張りたいなと思います。さあ、これでカードの初戦を取りました。明日以降の戦いに向けてもお願いします。そう、まだカード勝ち越しないよね、ないんで、とりあえずこのカード勝ち越して、ここからいいシーズンに、はい、にできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。早川隆久投手、そして伊藤幸也選手でした。ヒーローインタビューは以上です。ありがとうございます。ヒーローのお二人には楽天モバイルから楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。楽天モバイルヒーローショーは楽天モバイルユーザーだけが楽天イーグルス公式スマホアプリから当日のヒーローインタビュー選手を投票できます。また楽天モバイルヒーローショーに投票した方の中から1名様にヒーロー選手直筆のサインボールをプレゼントいたします。伊藤幸也選手に今一度大きな拍手をお願いします。今シーズン初勝利を挙げました早川投手と、そして先制のホームランを放ちました伊藤幸也選手のヒーローインタビュー、喜びの声を聞いていただきました。で、これでまた2人の関係が深まったかもしれません。そうですね、でもなんか面白いですね。伊藤幸也 ね、いいキャラクターですね。大好きキャラですよ。本当ですね。もしかしたら現役の時だったらね、
もうちょっとこう選手いじっても全然何も言われないから、もっとやってほしいなって思いますけどね。もうとにかくあの試合中にも話がありましたけども、伊藤幸也だったり山田だったり、ね、はい、それから田中孝也、ね。